皆さんこんばんは、ちひろでございます。今日もね、マインクラフト続きの方をやっていきましょう。というわけで前回、倉庫じゃないな、あれだ、ネーザーに来ましたね。で、あれですね、ネーザーブロックを1個取ってくると、まあいうミッションでしたね。これね、まあ、暖炉を作るためにネザーブロックが1つ欲しいから、まあ、ネザーに行ったと。で、まあ、ダイヤモンドがね、ネザーに行くには、ダイヤモンドのツルハシか。で、黒曜石を、まあ、取らなきゃならないと、ネザーに行くためにはね。で、まあ、ダイヤモンドを見つけに行かなきゃならないんだけども、それをね、まあ、ダイヤモンドを見つけるまでを、まあ、録画すると、大変な時間になると思ったんで、もう事前に見つけたのを、まあ、取りに行くと。まあいう感じでダイヤモンドを取って戻ってきて、でダイヤモンドのツルハシで作ったと。でそれでマグマから黒曜石を作って、でネザーゲートをまず作ると、ちょっと行きましょうか。私のネザーゲートがね、この山の上、道を作りましたよ、ね。あれだな、トラップドア足りてないね。でここに、ね、ネザーゲートが作ってあると。これ、いやー、おどろおどろしい。でここはもうご神木の下に、ね、我が拠点のご神木の下にネザーゲートがあるという。まあちょっと面白い設定かなと思ったんで、こんな感じにしてあります。ちょっと今日はいかない。卵、これさんがいいのかな。まあこんな感じで、まあね、ネザーに行くこともできて、でなんとね、あれですよ、ネザー行ったら、なんだっけ、要塞、ネザーのあれが間近にあると。自分のゲートの目の前にあると、なんだったら。まあいうことで、今後だからあそこでブレイズロットを手に入れるみたいな、まあチャレンジをしなきゃならない。まあブレイズロットをね、普通に戦って手に入れるというよりも、まあブレイズのトラップ、モンスタートラップをちょっと作ってみて。そこからね、もう安定した供給ができるようになったらいいなという感じで考えてます。ちょっと夜が来るから寝れるところに行こうか。結構ね、よかった。前回どこまでやりましたかね。それぐらいだったかな。あんまり覚えてない。冒険に行ったかな、その後。でちょっとあれだね、あそこですよ、沈没船見つけるみたいな、砂漠の方まで行ってね、結構実りある冒険だったね。まあ、村をまあ追加で2つか3つぐらい見つけてね。あ、もう来るな。でまあ向こうに植林地にも植えてありますけども、アカシアの木、あとダークウッドね、ダークウォークだ、ダークウォークを、まあその2つのね、木材はまだ木材をもう持って帰ることができたとは。なのでね、まあ建築にまた彩りが増えたと。綺麗なモッドだな、これは。いいですね。今日の卵チャレンジしましょうか。ほい、ダメだった。あ、戻った。で今日はまあ何をしようかと、まあ、言いますとね、まあちょっとね、私のランクメーター見て、緑色のね、31って書いてありますね、あれね。これ、まあ何かというと、まあ一応レベルという項目らしいんですけど、まあ、これをね、貯めると何がいいかというと、まあね、エンチャントなんかを行うとき、まあ、もしくは、金床で、ね、アイテムを、修繕したりとか、合成したりとか、まあ、するときに、まあ、このね、レベルを消費して、まあ、それらを行うことができるようになる。まあ、いうことなんでね、もうそろそろ31まで溜まってきましたし、そろそろエンチャント台なんか作ってみたらどうかと、まあ思ってるわけです。まあなので今日は、何をしようかと言いますと、ちょうどね、この辺り、倉庫のね、手前ぐらいに、まあ、エンチャント施設なんか作ってみたらどうだと。でね、この川辺にね、ちょっとそういうクラフト系の施設を増やしていこうと。エンチャント台作ったら、この辺りに、まあ、こっちかな。まあ、この辺りに、まあ、金床なんかでね、まあ、火事場。ちょっとなんかね、大掛かりな炉なんかを作ってみて。まあ、それで、刀剣をここで作るみたいなね、うん、そんな場所が作れたらいいなという感じで考えております。これが今日の目標、まあ、火事場までがエンチャント台がいければいいかなというぐらいですかね。で、裏作業のご報告。さあ皆さんね、我が馬ちゃんがこれあれです、第1話でね、第1話だったかな、第2話だったかな、うん、かなんかでね、ここでね、自分のね、家をちょっと眺めたときに、あ、ここに豚ちゃん顔出してるけど、ここにいましたね、馬ちゃんがね。あの馬ちゃんを、まあ、いずれね、私のマイホースとしようと思ってたんで、まあ、なんだっけ、村かなんかで蔵が手に入ったんでね、ちょうどいいやと、うん、まあ、手なずけてね、馬小屋を作ってやって、ね、ここで、いよいよ冒険なんかはね、彼と一緒に、彼なのか彼女なのか分かんないですけど、まあ、一緒に出かけると相棒だからね、一緒に出かけようという感じであそこに行く、うん、馬小屋を作ってみました。そしてね、我が拠点の、まあこれぐらいまでを考えてますと、うん、いう感じでね、こう、木でね、バリケードをまあ作ってみましたよと。うん、ここから先が外、ここから先が、ね、ここから中が、うん、我が拠点と、まあ、いう感じの区分けをね、ちょっとぐるっと回してみました。ちょっと見てみましょうか。こんな感じでね、ちょっと川まで張り出して、うん、まあ、モンスターが入ってこないようにして。だからこの中を湧き潰ししていくっていうことが今後の課題になってくるね。まあ、6マス間隔ぐらいでジャックオーランタンを敷いて、でその上に草なんかを置いて、あんまり目立たなくしてると。で、道に、ね、こういう道なんかに、うん、この横なんかにね、まあ、つける場合は、ちょっとね、なんていうのかな、街灯みたいにね、な感じでちょっと、明かり作ってみたらいいかなと、ちょっと考えてます。うん、で、向こう側は、うん、まあ、我が拠点でもない。まあ、川が挟んでるからね、まあ、大丈夫だろうと。お、卵ある。卵じゃない、ここで多分あれだね。イカが乗り上げて多分死んじゃったね。はい。で、こっち側の、この辺りぐらいまでかなと。まあなんかだからここにまた建物なんかね、できたらいいなと。まあ結構いい感じの、うん、ところになってる。ここら辺にあった木はちょっととりあえず伐採してみました。で、なんかここでね、なんか骸骨音聞こえたね。下にいいのかな。まあこの辺りで、まあなんか釣りなんかしてみたらいいかなと。いずれね。そうで、こっから植林地までの道、こっちねそうするとここに植林地、もうだいぶ種類増えてきましたね。こっちから多く、普普通のウォークね。でこっちが、白樺、うん、でこの大木が、松の木、杉の木だけどね本来は。でここにダークウォークでこれがアカシアでございます。アカシアちょっと取りづらいっていうのがあるんでね、一段足場を設けて、うん、そこから取れるようにしてありますと。でここにも道を伸ばしておいて、ここから出ていくようになってね。で、目印をたどっていけば、ね、向こうの山の上にもちらっと見ますね。なんでしたっけ、沈没船か、そうだ。沈没船までたどり着くと。まあ、そのうち、ね、あそこに多分宝箱とかあると思うんで。なんかやっぱ沈没船だからね、やっぱその海に関した多分、お宝が眠っているんだろうと。そういうお宝って海底神殿がないと、まあ、今までは手に入らなかったものなんですよ、うん、なんですけどね、今回のアップデート沈没船からね、そういったものが多分手に入るだろうと、うん、そして見てください、これが私がね作ったまあ何かと、これ何なのと、うん、ちょっと皆さんご想像してみてください。ちょっとぐるっと見せますね。むかれた木材がここにあると。これなんでしょうね。何か水に浸かりながらも、何か水を受けそうな何かが突起物がついて、でこっちには原木がこうね、まあ山積みされていると。でここを上がっていくと何かがあると。なんでしょうね。でこれ下のオブザーバーっていうものにつながってる。これ別に何かね、このオブザーバーが何かするってわけじゃない。ただこれはね、何かを模して作っているただの建造物でした。これまあ、わかる人はわかると思うんだけど、ここはね、製材する大型のノコギリなんですよ。ちょっとそれっぽいでしょ、歯車っぽいでしょ、これ。これが水車のね、これ軸に繋がってるんですよ、これ。ね、ここね、うん、でまあ水車が回るとこの軸が回って、ね、まあ、ここが回転すると。でこのオブザーバーがこのね、この鉄のね、柵なんですよこれ実は。まあ、これを上下させるみたいな設定にしてあって、でこれがね、まあ木材をね、ギコギコと、まあ切ってくれると。だから水車式のこぎりなわけ。もちろんこれ機能しないよ。こういう雰囲気を出すためにこういうものを作ってるだけです。で、製材された木材がこっちのね、水の川のところにバシャーンと置いて、で、この運河を使って、まあ、私の拠点まで持っていくっていう設定なんですけども、この川つながってない。残念ながらつながってなかったんですよ。うん、まあいいでしょう。まあこんな感じのものを作りました。まあだからね、ここでね、木を伐採して、まあここ下にね、作業台あるんで、ここで製材してみたりとか。で、後々はここに宝箱なんかね、宝箱じゃない、チェストを置いて、まあ、ここでね、木材保管してみたりとか、まあする用の場所を作ってみたいなと。雰囲気出すために。で、まあこっち側にも、ね、バリケード貼ってあって。こっちもぐるっと回っております。この下洞窟なんでね、骸骨音結構するんですよ。ね、この辺りをぐるっと回してあって、まあ 6×6 で湧き潰しもしてあるので、ここにあんまり敵が湧くってこともないでしょう。うん、まあ湧き潰ししてんのはこの辺りぐらいかな。まあ農場の方はまあ全然してないです。まあこんな感じですか。追加されたの、新しく裏作業で追加したのはそれぐらいですかね。まあところどころ微調整してみたり、ここに階段作ってみたりとかね、まあそんな感じですかね。というわけで、じゃあ早速、まあもう夕方来ちゃったんで、あ、これクローゼット壁に埋め込むと、こんな感じで、まあ、わざわざ小分けにして分類できるようにしてありました。こんな感じなんですよね。ここにだから何だったら裏からも取り出せるとよし、さてとね、そうだな、あんまり屋根が干渉するみたいなこともないようにちょっとだけ話そうか。まあ、大体私はね、骨組みから2マス突き出すみたいな形を取るんで、ここを開けたいね。ここから土台作った方がいいね。ここに。でね、エンチャント台なんで、そんなに大きなスペースいらないだろうと。ちょっとね、あれだな。ちょっと待ってね。本棚が、エンチャント台の周りをくるっと回るはずだから、これが本棚スペース、これが道で、エンチャント台の列、123、ここだな、ここかな、ここだね、ここだね、123、あれ123、あ、もう一個奥だった埋めちゃおう。違う、ここじゃねえ。でね、まあ同じぐらいかな。エンチャント台だけじゃ味気ないからな。123、ブランチマイニング場からそのトロッコで、ね、丸石上に上げてくるみたいなやつも作んなきゃダメだな。で、いい感じになったんで、ここ、うん、いい感じの段差で地下に行けそうな気がするんで、うん、ちょっとあ、いいね。いい雰囲気出すな、これ、地下の床には。あ、いいっすね。いいっす。で、別に牢屋にするつもりはないんですけど。あ、違う。ああ、中からかけたいな。いいね。別に両方やってわけじゃないんだけどね。なんだろうな。蔵、うん、どっちかって言ったら。よし。うん。真ん中窓1個でいいか。さてと。うん。よし。から入りたい。うん、いいぞ。うん、バランスいい。つまりここもだな。まだいける。うん、あんまり高くなくていい。ここはとりあえず板張るか。よし。さてと、もうちょっと乗せて、よし、屋根作り始めましょうかね。ああ、もうここでした。すぐ夜来る。で、土の設定ね。もう一回なんだな。で、ここに一つ乗せて、これはこうして、これ待つ初歩的なミス。剣を下ろすのはまずいな。じゃん、残り半分。ハーフブロック足りるかな、これ。よし、オッケー。松の原木に変えて、じゃあよし、これでよし、それで松のトラップと5つじゃ足りない気がするんだけども、じゃあね、よし、ハーフブロック。ついてないのはこの屋根の部分か。上だね、屋根の上だね。いけたっけ。これはもう一個張り出してやった方が格好がいいかもしれない。どうなってる？あ、1個下につけちゃってる。うん、いいね。これも違う。よしよし。ね、建物自体は完成しました。ちょっと遠目から、うん、ちょっと高めの背の高い建物になりましたけど。フェンスとかまだ全然つけてなかったね。それでだね、本棚を作る。砂糖きびで紙を作りますと。そしたら本ができるね。レシピ本を開放したと。で、本を作ると本棚できると。皮がいる。これだ。あれ？ちょっと無理くり作ってみる。俺の覚えてる感じだと。ほらね。本棚。で、本確かね、村からいただいてきてるんで。本を真ん中に並べて、10個、もう1個かな。で、次は、ダイヤモンド、ネザーブロック、じゃな、黒曜石。あと何がいるんだったっけな。エンチャントテープ。あ、作れる。で、ちゃんとテーブル。で、これをですね、1階だと向こうのテラス出られるかな。これをまず真ん中に置くと。ね。で、本棚をもうあと3個ぐらいいる。もうあと3個ぐらいいるな。いいね。どんどんここ本で埋めちゃおう。これだけあれば十分なんだけど。ダメージどうか。ピスラズリが3、ダメージ増加2。まだいらない。なるほど。なんでそんなとこ乗ってんだ。ラピスラズリがいるんだね。忘れてた。うん。とりあえずこんな感じでエンチャント施設は、まあ完成。ちょっと一回は何にするか考えてないけど。すまんね。おっと来た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 ね。よし、お前との戦場はもうここと決めてるんだ。こっちだよ。よし来い。よし水の中であれば物が破壊されない。爆発がその水でね、ガードされて物が壊れないんです。周りの水の中でだったらいくら爆発させてもいいっていうこと。ちょっと湧き潰しが甘かったとかあんな。まあ湧き潰しでも俺の拠点はまだ全然甘々なんだけどね。いい感じですかね、うん。ちょっとどっかで橋の上ちょっと近すぎるんだな。いいね。あんな感じの建物をもうここにたくさん作っていくぞと、まあ、いう感じですよ。でそのうちね、なんかそれが集まってきたらいい感じの、まあ、村になってくると思うんで、そしたら、ね、ここに村人を招致して、ね、まあ、村人を、まあ、繁殖させるみたいなこともちょっと考えています。さて、まあ、エンチャント台ができたので、まあ、エンチャント台をなんでこのタイミングで作ったかというと、まあ言ってみればね、このあと、まあ、何するかというと、まあ、次、錬金台を作りてえと、まあ、錬金台をね、まあ、置くスペースというか、まあ、施設、また建物なんかをね、作って、まあ、そこの中に入れるんだろうけども。まあ錬金で一番大事になってくるのはブレイズロッドっていう、まあ、ネザーにいるブレイズっていうね、ぐるぐるね、光りながら火の玉飛ばしてくる、うん、モンスターいるんですけど、あれをまあやらなきゃなんないと。まあそうなってくるとね、まあ、何がいるかっていうと、まあ、近接攻撃でやるのはちょっと、あれ、相手が遠隔攻撃なんで、ちょっとしんどいで、やっぱ弓を、そろそろ私も弓をメインにやっていきたいというのがありますから。まあ弓をまあ手に入れてと。弓のレシピはまあ分かってんだけど、糸がなかなかできないんだよね。糸はだから雲から、まあ、取らなきゃなんないんだけれども、まあ、なかなか弓が手に入らないので、まあ、そのあたりも考えなきゃなんないんだけど、まあ、その弓にね、まあ、エンチャントつけたいと。まあ、だからエンチャントを作りましたと。うん、まあ、なぜかって言ったらブレイズとの戦いにちょっと優位に、うん、持ち込むためにちょっと強めの弓が欲しいっていうのと、うん、まあ、ブレイズをさっきも冒頭で言いましたけども、ブレイズからブレイズロッドとのブレイズのモンスタートラップ、うん、まあ、作りたいっていうのがあるから、まずブレイズを封じ込めなきゃなんないところがあって。うん、まあそのためちょっとね、火力がちょっと圧倒的じゃないと、まあ難しい。どんどん湧くんだよね。うん、まあなので、そのためにもちょっとエンチャントちょっと今のうちにやっとかなきゃなんないなっていうのがあって、うん。まあエンチャント始めましたと。そういうことです。それでまあエンチャント。あと、あれだね、水中に、まあこの後ね、まあ、沈没船を、ちょっと探索したいっていうのがあるんで、まあ、水中呼吸とかね、水中作業とかがつく、まあ、防具なんかも今のうちに防具にまあ取り付けておきたいというのもありますし、今後ね、まあ、海底神殿なんかあったら海底神殿の方をまあ攻略したいというのもあるんで、そのためにもエンチャント、まあ、だからどんどんエンチャントが必要になってくるんだ、どんどんね、この上級のコンテンツにね、まあ、挑んでいくことになったら。まあ、なので、早い段階でちょっと、それらしいものができておく、作っておくのは、まあ、得になるだろうと、まあ、有利になっていくだろうと、ね、サバイバルしていく。という感じです。というわけで、何かちょっと一つエンチャントつけますか。ラピスラズリもあると思って。防具にちょっとつけましょうか。で、それとね、あれだ、エンチャントを作れるようになる、エンチャント使えるようになって、エンチャントつけていくってことは、まあ、ご覧の通りね、真ん中の数字31って書いてありますけど、これの、レベルをどんどん稼いでいかなきゃならないと。そうなってくると、ちょっとモンスタートラップ的なものが必要になってくるなと。いうのがあって、ちょっとね、今ね、この周りをね、ぐるぐる、洞窟とかね、いろんな探索して、まあ、近くに、モンスターのスポナーブロックかなんかないかなと。まあ、それがあれば、モンスタートラップなんかを、スポナーからの、ね、モンスタートラップタワーなんか作ればね、ちょっと美味しく、経験値稼げると。まあ、それがもし骸骨だったらね、そこからもう弓とかガンガン取れるんで、弓とか矢とかね、まあそれを使って弓をまあ作っていくっていうのもまあありですから、ちょっとそのあたりちょっと今ね頑張って探索しております。さあじゃあ、頭ついてねえな。頭にある水中呼吸ってね。川かぶ。あれこれって耐久低いやつって低いやつが減ってるやつってできなかったっけ？エンチャント鉄のヘルメットしてみるか。爆破耐性飛び道具耐性爆発耐性あ違うな。川のやついってみるか。あこれは全部同じなのか。じゃあこれにちょっと弱め30なんだよね。あんまり余計なもん使いたくないな。ちょっと待って他のボール類も試してみよう。耐久力ダメージ軽減ダメージ軽減水中歩行3水中歩行1飛び道具耐性トゲの鎧ダメージ軽減どうしようか水中歩行3鉄のレギンスだけ鉄のブーツかだね水中歩行3つけとこうかな。いや待ってよこれあれだなちょっとねちょっと考えがあります。爆破耐性つけちゃうエンチャントの使い手耐性ダメージ軽減ダメージ軽減1ダメージ軽減2つけちゃおうか鉄のヘルメットダメージ軽減4水中採掘、水中採掘ついたやつ1個作るか。でこれでいいの出てきたらこれで止めといて、でランクを貯めて、あ、夜になってきた。ランクを貯めて、で星のつけると。よし、じゃあ今日はここまでにしましょうね。ちょっとエンチャント台。もうちょっと。見えないな、ここからじゃ。さっきのところでよかった。ん？あ、ハーブだった。ちょっと近かったか。ちょっと近かったな。そうじゃない。なんかもっと見晴らし台というか、いつも決まった場所にみたいなのを作っとこうかな。これにしようか。いいね。裸だった、ごめんなさい。裸でしたね。はい。いいじゃないですか。ね、というわけでね、今日はエンチャントテーブルをスペース、というわけでもう一軒家を建ててみました。簡単にですけどね。エンチャントテーブルっていうのは周りの本棚があるとね、パワーがアップするというか、だからなんだろう。まあ詳細は調べていただきたいんですけど、確かね、品質が良くなる。エンチャントのね、ランクというか、まあ3とか2とか、ね、4とかあるでしょ。あれが良くなるはずなんです、確か。でそれがね、確か12個だったかな、12個じゃないな、エンチャントテーブルの周り、2ブロック目に、確かね、エンチャントテーブルを、まあ、ぐるっと敷くと。まあ、そう、エンチャントテーブルじゃない、本棚をぐるっと敷くと。そうすると、確か最大パワーがエンチャントテーブルに。本棚からね、なんか変なね、赤い、なんだろう、文字というか、そういうものがね、エンチャントテーブルにどんどん注がれていくエフェクトあったと思うんですけど、あれがね、最大数、まあ、注がれるといいものができる。それがね、ぐるっと一周回した本棚を、エンチャントテーブルの周りにね、一周ぐるっと回す形で配置すると、私が最大パワー。でね、一箇所だけ開けとけるんで、まあ、そこをまあ、エンチャントテーブルの侵入路とすれば、まあいいんだと。いう感じです。というわけで今後、ね、エンチャントテーブルを使って、まあちょっとね、いい武器、防具なんか、あと道具か、を作って、まあちょっとね、なんだろう。もうちょっと、今、建物を建てるとかね、そんなのんびりしたものばっかりなんですけど、もうちょっとね、アクション要素の高い、なんか戦闘がね、いよいよ解禁されるんです。まあそのためにやっぱり自分はちょっと強化していかないと。さすがにサバイバルなんで、ね、行き当たりばったりのっていうのも面白いんだろうけど、動画的にもうちょっと支度をしっかりしてから挑みたいんで、まあそのための支度をちょっとね、今後していこうかなと思っております。ます。というわけで、じゃあ今日はここまでにいたしましょう。長時間の視聴ありがとうございました。次回だから、次回の話は、どうしようかね。まあ、裏作業でちょっと、ランク貯めて、ちょっといいエンチャントをつけて、防具なんか作っといて、まあ、ちょっと冒険なんかに込んでいるという感じにしようかな。あとなんかなんだろう。なんていうんだっけ。スポナブラックはそう。飛ばされちゃった。スポナブラックなんか見つかったらちょっとそこでトラップタワーなんか作ってみようと思っております。というわけで、お疲れ様でした。ごきげんさよなら。お疲れ様です。